ヒメホシカメムシファザペルタパーバセップスはカメムシ目の昆虫の一つ。クランダー赤の体に黒い大きな斑紋を一つい持つ。そっくりなものに大ホシカメムシがある。体長は約12ミリメートル。全体としては暗赤色に全肢の小脂部に黒い斑紋があるのが目立つ。頭部は複眼とともに黒く、単眼はない。触角は四節からなり、 全体に黒いが第四節の基部側半分ほどが紅白色をしている。第一節と第二節はほぼ長さが等しく、第三節が最も短く、第四節が最も長い。前胸世は赤みを帯びた黒で、前と横の延沿いはクラッシュ色になっており、また側面はあまり丸みを帯びず、前半部は隆起しているがさほど高く盛り上がってはいない。 小立て板は赤みを帯びた黒で、内側はより黒ずんでいる。前肢はその鞘上部が、クラシュ色で中央に大きくて、丸い黒い半紋があり、より小さな黒斑がその先端近くにある。膜上部は、基部が赤黒板は全体に黒い。体の下面や、ふわしも、主黒色となっているが、側面の円は赤みを帯び、またふわしの基部は、色が淡い。 第一脚の桃節はその先端側半分ほどの内側に棘状突起が並び、特にオスではよく発達している。宿主とする植物は種として赤シ頭であるが、他にシー、クは、コウゾなどの花や実に集まることもあり、またトウ日にもよく集まる。日本では本州、四国、九州、津島、及び南西諸島の宮古島までに知られる。以前はそれ以南。 および国外ではインドまで分布するとされていたが、口日のようにそれぞれ別種と判明している。大オ星オカメムシ本種はその外見が、大星カメムシピーグッタに、極めてよく似ている。ただし大きさが全く異なり、比較するまでもなく、見分けがつく。細部には、違いもあり、例えばこの種では、全胸線の輪郭が丸みを帯び、また前半部は強く盛り上がる。また、 前肢の黒い反紋は本種の方がやや小さくなっている。どちらの種も本種以南でよく見られるが本種の方が数は多い。本種はかつて p シンクタコリスの学名で扱われ、その分布域はインドにまで及ぶとされてきたが、現在はアジアのものとは別種と判明し、上記の学名で扱われている。ただし従来の学名にあたるものも、 南西諸島にはいるかもしれないとのこと。さらに安永他では本種に関して、南に行くほど赤みが強くなる傾向があるとし、西表島産のものの写真を掲載しているが、現在ではこれは別種と判明し、赤姫星カメムシピースランベシとされている。大星カメムシと共に果実の汁を吸うことがあり、高知県では文州みかんに被害することがあるが、被害そのものは大きくない。 以下、主として、石井ほか、P230、石川ほか編、P400 以下、石川ほか編、P400、石川ほか編 P 三 P399 以下、石井ほか、P230 川田区、川村、P134 安永ほか、P197、石川ほか編 P 三 P399 安永ほか、P197 安,安永ほか、図版59、 石川ほかへん、P400 川拓、河村 P134? ありがとうございます。